立川市緑町に社屋を構え、世界的にもファンの多いホビーメーカーことぶきや、地元立川市に貢献できればとふるさと納税の返礼品への協力を行っています。今回ことぶき屋が企画したのは、自社の人気プラモデルシリーズフレームアームズのプラモデル開発体験会です。今年3月に返礼品第1弾企画としてアニメ上映会を実施、今回の企画が第2弾となります。会場となったことぶき屋には2万円以上の寄付をした先着8人の参加者が集まりました。体験会では社内見学などが行われた後、プラモデルができるまでの工程を担当者が分かりやすく解説。デザインから始まり、設計や原型作成、生産、出荷までの流れを裏話などを交えながら話しました。いい感じで、その。そして参加者の皆さんが特に楽しみにしていたのがプラモデルの組み立て体験。今回使ったのは、なんとまだ発売前だというフレームアームズの最新プラモデルです。しかもテストショットと呼ばれる開発段階の試作キットで、普段一般にはお目にかかることがないといいます。貴重な体験に参加者の皆さんも真剣そのもの、大満足の体験会となったようです。いや、非常に楽しかったです。やっぱりテストショットみたいに普段、ね、触ることもできないようなものを実際触れるし、いただけるということで、すごくそれは良かったです。あと職場の体験も、職場体験というか見学も非常に楽しかったです。企画したことぶき屋はファンの方と触れ合うことができ、立川にこういった企業があることを知ってもらえることが嬉しいですと話していました。